アルミの給食食器に、昭和世代にはおなじみのプロジェクター、そして卒業証書まで。松江市にある松江歴史館では、企画展みんなの小学校150年の歩みを開催しています。松江市に小学校ができて150年の今年、会場には廃校になった学校を含めた市内の小学校の写真や、明治時代から現在に至るまでの教科書などが並びます。松江市内から訪れたというこちらの親子は、祖父母の頃のものとかもちょっとあるのかなっていう感じで、出雲弁の矯正の教科書が面白かったね。それがこちらの本。壊れるを意味するめげるなどの言葉が、実例を示したこちらの本は、鉛の強い出雲弁の矯正のため1884年に島根県内の教員が集って作成したといいます。また今回の企画展は見るだけではありません。松江歴史館の中には教室を再現したスペースがあり、この雰囲気の中でこちらの給食を味わうことができます。黒板に整然と並んだ机、壁には書写の作品も貼ってあるこちらの喫茶室、コッペパンやデザートなど現在の給食を食べることができます。はい、こちらの机、椅子、そして時計であったり単元表であったり、そういったものは松江で廃校になった小学校から借りて持ってきております。ぜひね、ご家族で見ていただいて、自分たちの小学校を思い出しながら、思い出話に花を咲かせていただきたいなと思っています。松江市民はもちろん、他の地域の人にとってもそれぞれの小学校時代を懐かしむきっかけになりそうです。企画展みんなの小学校150年の歩みは、松江市の松江歴史館で来月24日まで開かれています。